どうもタブヤンです。今回はファミコンのシューティングゲーム太陽の勇者ファイバードやっていきたいと思います。1992年、アイレムさんの作品です。このゲームね、テレビアニメが原作の、ゲームですね。1992年といえばもうファミコン後期の作品になります。早速いきましょう。プレイヤーセレクト、ケンタとカトリが選べますね。天野ケンタくんとカトリユータロウですね。ケンタの方でいきましょう。ステージ1、このゲーム全10ステージ4話構成になっております。地球征服の作戦、石油を地球から消してはどうじゃ。よし、石油施設を破壊せよ。次元爆弾を設置させましょう。博士、大変です。邪悪なエネルギーが。こりゃ大変じゃ。救助隊の出動じゃ。石油施設を守れ。次元爆弾を破壊するのじゃ。なんだこれ、マシーンセレクト、どれでいけばいいんだろう。次元爆弾を破壊するドリルバロンでいこうか。あれ、 A ボタンで、 B ボタンで攻撃、そして A ボタンで先ほどのマシンを変えることができるみたいですね。最後、何この S、 あ、スピードアップ、あ、これを破壊するんだね。 B をね。この人たちはな、あ、なんか捕虜みたいなのを救出したね。 OK、 この人たちも救出しよう。あ、P、 なんか救出できないんだけど、この人、え、あ、できた、 OK。 2分14秒って残り時間何なんでしょうね。強制スクロールだから時間の意味がよくわからないんだけど。あ、ボスっぽいぞ。ボスだ。ここね、なんか通過できない地形もあるんだよね。あ、この人どうやって救出するんだろうね。わからん。地上から炎が出てますよ。ふう、電車に疲れたよ。あ、これ空飛べないんじゃない、もしかして。あ、飛べる水陸両用なんだこいつ。危ない、当たった。右下にライフがあるみたいですね。ライフ制兼残機制になっております。なんか難易度はそんなに高くないね。ハートマーク、おお、体力回復、 OK。 残り1分、これ1分間耐えればいいのかな。この B を破壊すればいいんだよね。この面の目的は、あ、時間を止める、あ、時間が増えた、一気になんか4分ぐらい増えましたね。なんだこれのアイテム、敵を撃破したのかな。捕虜救出、捕虜救出、オッケー。いや、順調じゃないこれ。おっと、ボスっぽいやつが出てきた。倒せなかった、また。あ、これ倒せない、あ、破壊できない、 B。 あー、なんか挟まった、やっちまった。なんか変、空飛ぶのこれかな、スカイバロン。
あ、あー倒せなかった、マジか。スカイバロンは空飛んでるんだね。でヒットレベルってあるよね、これ A ボタン。これがだんだんパワーアップしていくんだね。これでもドリルバロンは地上用だから、スカイバロンもちょっと育てていきたいですね、アイテムを取って。おお、すげえパワーアップしたぞ。めっちゃ強いやんこれ。いいね。でも斜めの弾あんまり役に立ってないけど。お、ボスっぽいやつ、今度こそ倒せるか。無理かー、ちょっと火力が足りないね。さあ残り時間がやばい、30秒しかない。これもしかしてループしてるのかな。あの1個 B を破壊し損ねたましたからね。あーもう8秒しかない。タイムアップ、どういうこと。あーゲームオーバー、取りこぼしたからか。もう一回いきましょう。さあ今度はスカイバロン、最初からスカイバロンでいこう。あ、クリアしました。人を助けたのでボーナスをやるぞ。ありがとう。やったね、あとは任せて。ん？どういうこと。全然話が飲み込めないぞ。ん？よくわからんね。かっこいいな、でもこのマシン。あ、今気づきました、なんか B ボタンため打ちできるみたいですね。これであのなんか倒せなかったボス的なやつも倒せるかもね。これでため打ちで、ため打ち、これボスじゃない？ため打ちで、よし破壊した。チェンジファイバードセレクトですね。ファイヤージェット、フォームアップ。うわ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 、すげえ人型になった。おっと、ボスか、ボス戦きた。おお、いきなりでかい。ため打ちですねこれは。あ、外した。あー、やばい、これダメージ受ける。よーし倒せたぞ。でかいねボス、よくやった。さすがファイバードじゃ。ステージ2、長いね1ステージ。海を我々のものにしましょう。今度は海か、海底都市を破壊するよ。どうするんだ今度は。今日ははるかちゃんを見ないですね。海底都市を見学に行くと言っとったぞ、はるかちゃん。博士大変です、邪悪なエネルギーが大変だ、海底都市が危ない、ニュースで言ってるよ、メカ獣に襲われとるぞ、はるかが危ない、救助隊の出動じゃ。メカ獣を倒せばいいのかな。炎上海底都市、救命ポッドを回収するのじゃ。救命ポッド、海底都市はどれで行けばいいのかな。エースバロンで行こうか。
あ、これか、救命ポット。回収、開いた。全然敵出てこないね、このゲームね。のんびりしてますよ。開いた。さあ、1段階目パワーアップ。なんかガンタンクみたいだよね、これ。空飛べないからな。これが一気に破壊。もうなんか敵が強くなってる。このガンタンク、ため打ちできないんだよね。救命ポット。さあ、橋を渡るぜ。開いた。あ、やばいやばいやばい。結構ダメージ受けた。3段階目パワーアップしました。エースバロン。よし、行けるとこまでエースバロンで行こう。ちょっと体力やばいぞ。死ぬわけにはいかんぞ。人を救助。あ、やばい。体力回復。ポット発見。おお、時間回復3分50秒。救命ポット発見。あ、両生類みたいなやつ出てきたよ。カエルっぽいやつ。ウーパールーパーっぽいね。オッケー、クリアか。救命ポットを全て取れました。人を助けたのでボーナスをやるぞ。ありがとう博士。やったね。あとは任せて。さあ来ました。ステージ一つのステージの構成が二つに分かれてるんだね。あ、言えば3つに分かれてるのか。ロボットに変身するもんね、最後ね。人型に。チェンジファイバードセレクト。クリア。ファイヤージェット。フォームアップ。さあ行くぞ。なんかゼルダの伝説みたいにハートの数増えないかな。ハートの器は落ちてないかね。さあ、ステージ2の、ま、でかーい。これはでかい。おりゃ、ため打ち。目玉でしょ、目玉。よーし、いける。これ、おお、いいね。楽勝。でかいけど楽勝。よくやった。さすがファイバードじゃ。さあ、ステージ3に来ました。さあ、次の地球征服の作戦はスペースコロニーを地球にぶつけるのじゃ。規模がでかくなってきたな。さあ、全4話ね。3話目後半戦ですよ。スペースコロニーから SOS 救助隊。スペースコロニー落下。機動戦士ゼータガンダムみたいだね。反重力メーカーを設置するのだぞ。え、意味がわからん。スカイバロン、アクアバロンといこうか。スカイ、空、アクア。なんか一番宇宙っぽいよね、アクアバロン。わーわー、何この武器。独特だね。これでいってみよう。何を設置するんだって。
言ってることが分からなかったな。スピードアップ、何設置、これ設置っぽいな、違うのか、分からんぞ、どういうこと。あ、2つになったえー、設置ってどういうことなんだろう、全然分からん。これかな、なんか違うことない、ミスってるんじゃない、これっぽいよね。ちょっと変わろうか、誰かと。エースバロンと交代。あ、違うね、アクアバロン。なんか違うのかな。何、スピードアップした、これなんか設置っぽくない。おー、強なったぞ強くなったぞ。あ、終わった。この四角いのがなんかその設置だと思うんだけどな、どうやってやるのか分からんぞ。独特の攻撃だね、このアクア。あ、設置できた、セレクトボタンでしたよ。ひどすぎる、わかるわけねえじゃんセレクトボタンを押したら設置できました。教えてほしかったな、それは説明書ないのに、もう時間ないかもしれないね、これ。さあ、時間は間に合うのか、残り1分50秒。セレクトボタン、2周目来ております。よし、セレクトどうだ、クリアか、オッケー、クリアできました。2周してなんとか。さあ、得点上げても何の得があるのかよく分かりませんやったね。あ、宇宙だ、かっこいい。スペースコロニーに向かってるのかな。おお、隕石っぽいの出てきた。おお、なんか強い敵出てきたよ。あー、画面バグってる、画面バグってるため打ち、チェンジファイパーファイガード、オッケー、あいつ倒さなくてよかったのか。ファイヤーシャトルフォームアップ、最高。さあ、ボスっぽいな。さあ、3話目のボス、でかいの来た、開いた、やばいやばいやばい。また真ん中だね、真ん中。おー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 、でも冷静に行けば、ここにいれば安全だから楽勝楽勝。ああ、外した。落ち着けばいける、このゲームは。おりゃ、ちょっとやばいぞ。おお、発射、まだか、しぶといな、トンボみたいですねおりゃ、どうだ、まだか、やばい、こっちもやばいぞ。タイミングこう、まだか、危ない。よし、倒したー。スタミナはすごく上がってたね、やばかったね。ふむ、これで安心じゃ。さあ、これで4話目かな。次、宇宙警備隊とは決着をつけねばならぬな。要塞の準備はできたか。準備完了じゃ。世界中の邪悪なエネルギーを集めれば、
宇宙警備隊など取るに足らぬわ。わはっはっはっは。今度は強力だぞ。何？ドライアスが巨大ロボットになったぞ。もっと強力なパワーで戦わないとダメだ。よし、最強合体グレートファイバードだ。なんのこっちゃ。ファイヤージェット、ファイヤーシャトル、フォームアップ。でかけりゃいいってもんじゃないだろう。わあ、ミラクルかっこいい。ジャンゴの要塞基地で対決じゃ。第4話決戦。あ、いきなり？いきなり決戦ですか？でかい。こっちもでかい。あ、なんか武器変えれるんだこれ。おお、いいね。他にはどんな武器があるんだ？いいんじゃない？連射できるから。これでいこう。さあ、壁に挟まると一撃で死んじゃいますのでね。それに気をつけていこう。さあ、ボスっぽいぞ。ラスボスか？おお、かっこいい。こいつはかっこいい。いや、相手の方がかっこいいね。どう？聞いてる？あ、なんか出してきた。なんか出してきた。どう？ダメージ与えてる？いける？当たってんのかな？当たってるよね。お前の動き、なんかこのタコ、なんか変なやつ出すと やばいな。パターンをでも理解したぞ。どうだ？ほらほらほら、いける。この武器いい。ああ、ノーダメージああ、やばい、ダメージ受けた。武器変えようか。こっちにしようか。あ、全然当たらないね。やめとこう。あ、ポーズしちゃったこれは一つ目のやつ。これ、ため打ちでき、あ、ため打ちできる。これでいこう。おりゃ、ため打ち作戦。これで数々のボスをやっつけてきたからね、今まで。よし、ため打ち作戦、おりゃ。しぶといな、おりゃ。最後もため打ち作戦、きたー。強力、やっぱため打ち。どうだ、ドライアス様、やったー。ドライアスをやっつけたぞ。わしのミラクルメカが役に立ったようじゃな。ケンタ博士、私の任務は終わりました。これでお別れです。またきっといつか会えるでしょう。お元気で、さよなら。宇宙に邪悪なエネルギー生命体がいる限り、宇宙警備隊は戦い続けるのだ。やりました！初見プレイでエンディング見ることができました。いや、非常に難易度の低いゲームでしたね。まさかクリアできるとは。太陽の勇者ファイバードでした。それでは次のレトロシューティングゲームでまたお会いしましょう。さよなら。